こんにちは。皆さん家で電化製品を使うと思います。そちらの電化製品なんですけど、実はたくさんノイズを出しています。今日は電化製品から出ているノイズを測ります。電化製品から出てくるノイズには大きく分けて2つあります。1つが放射ノイズ、2つ目が電動ノイズです。まず電化製品の中でノイズが発生します。そこがスタート点です。その発生したノイズが漏れ出して空気中を伝播していきます。そのノイズが放射ノイズです。次は2つ目の電動ノイズです。電化製品はコンセントにつないで使うと思います。電動ノイズは電源ケーブルから漏れ出すノイズのことです。電化製品の中でノイズが発生して、そのノイズが電源ケーブルを伝わって外に漏れ出します。コンセントから漏れ出た電動ノイズは他のコンセントにつながっている電化製品に悪影響を与えます。電化製品から出てきた放射ノイズは空気中を伝播して他の電化製品にぶつかります。そこで干渉を起こして誤動作を起こすこともあります。今まで説明してきた放射ノイズと電動ノイズ。これは電化製品にとっては大敵です。今日はどちらのノイズを測定するかというと、こちらのですね、電源ケーブルを伝って漏れ出てくる電動ノイズを測定します。早速ですが、電動ノイズを測ります。まず少し下準備をします。この結構分厚めのアルミホイルを机の上に敷きます。これは基準電位面といって、ここが基準の電位になるわけですね。本当だったらもっと大きい2メートルくらいの金属板があるといいんですけど、まあこのくらいにしておきます。電動ノイズを測定するためにはこちらの疑似電源回路網とスペアナが必要です。スペクトラムアナライザーです。こちらの疑似電源回路網は LISN と呼ばれています。電源から入ってくるノイズを除去したり、いろいろな役割があります。で、今回使っている測定キットはマイクロニクスという会社から借りました。正確には日本電計という測定器を扱っているところに頼んでマイクロニクスから借りています。概要欄のリンクにこのキットについて詳しく書いてあります。気になる人はそちらから見てください。LISN の回路は漏電するような回路を使っています。絶縁変圧器を使わないで LISN を直接コンセントにつなぐとブレーカーが落ちます。LISN の価格調べたら20万円くらいなんで思ったよりも安いですね。まず IH クッキングヒーターをやってみたいと思います。その LISN にはコンセントが出ていて、でそこに IH クッキングヒーターのコンセントをつなぎます。ケーブルは束ねておきます。で本当は発泡スチロールの上とかに置いておくといいんですけど、こんな感じで置いておきます。LISN からはもう一つなんか出ていて、同軸ケーブルはこちらのスペア穴につながっています。LISN はノイズの成分だけを抽出します。そのノイズの成分がスペアナに伝わってきます。スペアナはノイズの周波数成分ですね。この横軸が周波数で縦軸がノイズの強度です。それを表示します。それでは早速電動ノイズを測っていきます。最初電源を入れていないときはこんな感じです。何もノイズは出ていません。平坦です。電源を入れます。わかりますか？こんな感じで、ノイズがじわーって出てきましたね。で、ここの中心の周波数が 100kHz です。なので、この一番ピークが立っている周波数は 60kHz になっています。60kHz の電動ノイズが、ここから出ているわけですね。バンバン出てます。で、温め方が違うと多分中の動作も違って出てくるノイズも違うと思います。なので、弱火で試しています。今弱火で温めていますが、ノイズの出方も結構緩いですね。で、次は一気に強火にしています。これです。押します。はい、ノイズの出方が一気になんか幅広くなったっていう感じですね。他の周波数帯域でも幅広く出たような感じです。実際にどんな波形が出てるか、オシロスコープで見た方が分かりやすいので試しています。LISN とオシロスコープをつないでいます。クッキングヒーターの電源を入れます。こんな感じでノイズが出てきました。これは電動ノイズです。こんな感じで主に 20kHz の波形が出てきています。ちょっと拡大もしていますか。ここなんか見えますか？ぴょって出てるのが。ここも拡大しています。はい。20kHz の成分に隠れて高周波の成分も出てきています。でこれはスペアナの右の方に表示されていた周波数成分に相当します。次は電子レンジです。電子レンジはこの中で 2.45GHz のなんか電磁波がいろいろ飛び交っているようなものです。電子レンジ自体がもともとかなり強力な電磁波を使っていて、スペアナに何もつないでいない状態で動作させても漏れた時速がですね、このスペアナに若干影響します。ちょっと見てみますか。今何もつなげていません。これが 2.45GHz の周波数です。先ほどよりもう少し強力な電動ノイズが出てきてます。ただこちらの LISN がですね 2.45GHz まで測れません。通常 LISN30MHz までしか測れないんですけど、なんかそれでもなんか電動ノイズが出てきて、こんな感じで 2.45GHz の電動ノイズが来ちゃってます。興味本位で 2.4GHz 付近を見てみます。出てますね。この中心の周波数が 2.45GHz です。ほぼ 2.45GHz ですね。ちなみに今中には何も入っていません。中に水を入れて変わるか試してみます。お、結構変わってますね。さっきここら辺で出てたんですけど、スペクトルが結構分散してるような感じになっています。これは何ででしょう。ちょっと理由は分かりません。電動ノイズと放射ノイズについて簡単にまとめるとこんな感じです。放射ノイズというのはこの装置本体から出てくる空気中を伝播するようなノイズです。空気中というよりかは空間中を伝播するといった方が正しいかもしれません。電動ノイズというのはこの電源ラインを伝播するノイズのことです。電動ノイズはコンセントに刺さっている他の機器に悪影響を与えます。先ほどは説明しませんでしたが、誘導ノイズというものもあります。これは例えば何か線があったとしましょう。そこに電流が流れています。電流が流れるとその周りには磁束が発生します。これは中学校とか小学校でやりましたね。コイルに電流を流すとその周りには磁束ができます。この導線の近くにまた何か他の導線があったとします。他の導線に磁束が作動すればその導線には電圧が発生するはずです。それが誘導ノイズです。なんでノイズが出てくるのか、これは説明するのは非常に難しいんですね。ノイズの発生する理由はいろいろあります。というかいろいろありすぎてわからないんですね。わからないからノイズ対策は難しいっていうのがあるんですけど、例えばこの回路を例にして話したいと思います。これはキャパシタ、ダイオード、インダクタ、キャパシタ、抵抗です。これはモスフェットです。電流を切ることのできるスイッチみたいなものです。ここに流れている電流を切ることができます。ちょっと難しいんですけど、このモスフェットに流れている電流を切ったとします。そうするとモスフェットの両端の電圧がこういうふうにブワッて上がるんですね。この高周波の成分があります。高周波の成分っていうのはここにあるキャパシターに全部吸収してほしいんですけども、なかなかそうはいかないわけですね。高周波の成分が、こっちの方に流れていってしまいます。この高周波の成分というのは電源側に伝わっていってしまいます。キャパシターで吸収しきれなかった高周波の成分がなんだかんだ言って電源ケーブルから流出していきます。それが電動ノイズです。次は放射ノイズです。回路基板にはなんかいろいろ電流を流すためのパターンがあるんですけど、そこに高周波の電圧が加わったり高周波の電流が流れたりするとパターンがアンテナのようになります。回路基板中の意図しないアンテナから漏れ出てしまったものが、放射ノイズになるわけです。簡単に言うとそんな感じですね。でノイズが出てくることは分かったんですけど、そのノイズをどうやって外に出さないかを考える必要があります。ノイズを出しまくっているものをそのまま使っていたら他の機器に必ず悪影響を与えます。ノイズが原因で装置が誤動作して人が死ぬような事故も起こっています。なのでノイズ対策は重要です。まず放射ノイズをどうするか少し考えてみます。放射ノイズの場合は金属の箱の中にノイズを出すものを入れてしまう方法があります。ノイズ源を入れたら箱の蓋を閉じてしまいます。そうすると外に放射ノイズは漏れていきません。実際には少し漏れていきます。例えばこういったちょっとした隙間であったり、ネジ穴、あとはこういったコンセントを挿すところの穴から放射ノイズが少しずつ漏れ出ていきます。金属の箱で覆ってしまうのは臭いものには蓋をする作戦ですね。金属は基本的に電磁波を反射します、電磁波を出すものを金属箱の中に入れてしまえばこの中で反射するだけです。金属は電磁波を少しだけ吸収します。金属で電磁波が少し吸収されて、でその吸収しきれなかった分は反射して、反射した電磁波がまた他の部分に当たって電磁波が少し吸収されて、でまた吸収されなかった分は反射していく。それを繰り返して電磁波は減衰していきます。先ほどの実験で試してみた電子レンジがあると思います。あれは金属の箱でできています。あの金属の箱の中で 2.45GHz の電磁波が反射しているわけです。例えば電子レンジが金属の箱ではなくてプラスチックの箱でできていたとします。そうすると、結構大変なことになるんですね。電磁波は吸収されませんし反射もしないでそのまま外に、漏れ出ていきます。なのでプラスチックの箱でできた電子レンジを、近くで使っていたらとんでもないことになるわけです。実際電子レンジの実験もやっていましたが、電磁波少しだけ漏れていましたよね。 2.45GHz の周波数でスペクトルが見えました。ということは金属の箱でできていますけども、あの中で完全に反射と吸収はできていませんし、あとはちょっとした隙間があると思います。そこからも電磁波が漏れ出てきます。金属箱で覆う例としては、例えばこういった自作パソコンの電源装置があります。金属箱で覆う理由はいろいろあると思いますが、その中の一つに放射ノイズを減衰する役割があります。その他にもこういった USB 充電器なんかも金属で覆われている例があります。分解して中を見てみると金属板で回路を覆われている場合があります。それも放射ノイズを減衰するためです。次は電源ラインを伝わっていく電動ノイズを、どうやって外に漏れ出ていかないようにするかです。一番よくあるやり方としては電源ラインにノイズフィルターを入れることです。皆さんも見たことあると思いますけど、電源ラインにこういう円筒状のなんかカチッてやるやつがついているの見たことあると思います。あれはノイズフィルターです。これは中にフェライトと呼ばれる素材でできたコアが入っています。そのフェライトコアが高周波の電動ノイズを吸収します。ただ電源ラインにフェライトコアをつけただけではノイズの減衰には不十分です。実際の電化製品を開けてみると中にちゃんとしたフィルター回路が入っていることがほとんどです。これは実際の電化製品の中に入っているフィルター回路です。コイルがたくさん巻かれた部品、これはインダクターですが、これも高周波の電動ノイズを除去します。この灰色の箱があります。これはフィルムキャパシタです。これもノイズを除去します。この青色の部品が2つついています。これもノイズ除去です。このメイン基板もそうですね。コイルがたくさん巻かれたインダクターがあります。この黄色い箱があります。これもフィルムキャパシタです。ここにも先ほどと同じ青色のセラミックキャパシタがあります。この部分は先ほど説明したフェライトコアです。電線にフェライトコアを巻いてノイズを吸収します。このようにいくつもの部品を使ってノイズフィルターを作っています。そしてなるべく外に電動ノイズが漏れていかないようにしています。これは比較的しっかりと作られているものです。で、世の中にはしっかりしていないものもあるんですね。例えばこういったものです。これはアリエクスプレスで買った2000円くらいの電源です。定格電力はこちらのちゃんとした電源と同じです。使ったら10秒くらいで壊れてしまいました。フィルター回路がどこにあるかを見てみます。コンセントが刺さる部分がここにあって電源ラインが来ているわけですが、なんとフィルター回路これしかありません。これコモンモードインダクターっていうんですけど、そのインダクターが1つあるだけです。ノイズ源となる電源回路が非常に優秀でほとんどノイズを出さないから、このように1つだけ小さなコモンモードインダクターを使っている、そういった考え方もできますが、おそらくそうではないでしょう。これは非常に粗悪な電源です。なのでノイズも吸収しないでほとんど外に出していると思います。このような粗悪な電化製品は他の機器に悪影響を与える可能性があります。今まで話してきたこと、金属箱で覆う、あとは電源ラインにフィルターをつける、でこれはもともとあるノイズをどうやって外に出さないかを考えています。それとは考え方を少し変えて、もともとの発生するノイズをどうやって減らすか、そういった考え方もできるわけですね。例えばですけど、この電流が流れるループがあると思います。このループの面積を最小にします。なるべく頑張って回路を小さく作ります。配線のインダクタンスが小さくなったり、あとは相互のインダクタンスが小さくなったり、そういったことが関係しています。それ以外にもここに使われている MOSFET、そのスイッチングの速度をゆっくりにする方法があります。例えばこれはスイッチングの速度が非常に速いので、こういった高周波のノイズが出ていますが、スイッチングの速度をこういうふうにゆっくりにすれば、こういった高周波のノイズは出てきにくくなります。ただこれにはいろいろデメリットがあって、この動画では難しすぎるのであまり話しませんが、損失が大きくなったりします。ちなみに MOSFET といえば、私が着ているこの T シャツ、N チャンネル MOSFET の T シャツ販売しています。概要欄に貼ってあるリンクから購入できます。これは以前分解したダイソーの300円 USB 充電器です。ダイソーの電化製品から出てくるノイズは未知数です。なので測定しています。抵抗に 2A 流して電動ノイズを測定しています。このようなノイズの成分が出てます。電動ノイズがちゃんと規制値以下に守られているかを判定するソフトウェアもついてきたので、これも一緒に試してみます。赤色の線があると思います。これが出していい電動ノイズの上限の量です。このオレンジ色の線が全部赤色の線より下にあるので、一応規制値は守っているみたいです。ところどころ振幅の大きい成分がありますが、それでもしっかりと規制値以内には収まっています。ダイソーの電化製品ノイズやばいんじゃないかって言われるかもしれないですけど、電動ノイズについては一応規制の範囲内です。ちゃんと安心して使えます。先ほど話で少し出てきましたノイズフィルターを無効化しました。その測定結果も見てみます。先ほどよりだいぶ振幅が大きくなっていますね。コンピューターを使って先ほどと同じように規制値以下に収まっているかも測定します。多分収まってないでしょうね。規制値を超えちゃってますね。あんな小さなフィルター1個を無効化しただけで、このように規制値を簡単に超えてしまうんですね。これがフィルターを無効化した後、これがフィルターを無効化した前。結構違いますね。以前1200円で購入した激安ガントランジスタの USB 充電器も試してみました。1200円のやつです。これが通常時の測定結果です。ノイズは全て規制値以内に収まっています。ノイズフィルターを無効すると、だいぶノイズのレベルが上がっています。ここの周波数見てください。だいたい 10MHz 付近ですね。その付近でだいぶノイズの成分が大きくなっています。わかりますか？こんな感じです。ダイソーの充電器と違って 10MHz 付近でノイズの量が多くなっています。これはガントランジスタを使っているからというのも関係しているでしょう。ガントランジスタはスイッチングの速度が速いので、高周波のノイズが出やすいです。ついでに LED 電球も見ていきます。パナソニック、日立、アイリスオーヤマ、ダイソーの200円と300円のやつです。パナソニック。ノイズはそこそこ出てます。次は日立。この部分にちょっと強めの電動ノイズが出ています。次はアイリスオーヤマ。これだけ 100W タイプです。この部分に電動ノイズ出てますけど、日立のやつほど強くはないです。次はダイソーの300円 LED 電球。電動ノイズはこんな感じ。そこまで強くはありません。次はダイソーの200円 LED 電球。ノイズはこんな感じです。測った中だと一番電動ノイズは弱いです。意外でしたね。なんか一番強いかと思ったんですけど、一番弱いという風になりました。以前出した動画でダイソーの LED 電球にカメラを近づけるとカメラのディスプレイが落ちるみたいなことがあったんですけど、あれは何だったんでしょうね。大差なのか、それとも本当にノイズが出てたのか、放射ノイズですかね。LED 電球を近づけてもカメラの画面は落ちないので、謎ですね。これは日立の測定結果です。一応規制値、ギリギリですけどクリアしてます。なので全く問題ありません。今日は電化製品から出ているノイズについて少し話して、実際に測定もしてみました。ほとんどの電化製品はノイズを出しています。ただそのノイズが他に影響を与えたりしないように金属の箱で覆ったり、あとは電源ラインにノイズフィルターをつけたりしています。実際ノイズを出さない電化製品ってほとんどないと思いますね。こういった白熱電球とかハロゲンヒーターとかそういった熱機器については、ほとんどノイズを出さないと言っていいでしょう。それ以外の電化製品、例えば半導体を使っている製品なんかはほぼ 100% でノイズを出していると言ってもいいと思います。ノイズが原因で事故とかも起きるくらいですから、ノイズを減らすことは非常に大切です。大切なんですけども、ノイズの対策は非常に難しいんですね。ということで最後までお付き合いいただきありがとうございます。